も無駄だって悪魔は言って、何もかも捨てちまえよ。あー快不快も喜怒哀楽さえもどうしようもない事実、人は終焉から逃れられない、誰も抗えない欲望に従え、思考を休めぬため身と守って、誰もお前のことなど見ちゃいないさ、おかしくなってしまうことをどうして恥じる、お前らに完璧で間違った道理だと教えてやるから、一世のレースで立ち前そうか、命ならば何十万百何千何万回学習しなさいな、どうしたってさ空っぽの時代が来たの分かってるのかい、教えてやるから、一線もめくるちまい惨めな姿で、三十万百何十万万万億人の中でさ、そして埋もれていちゃっていいとどうしてやるのだろう、ねえ世界が煩っている教師は健常者でさ、目が黒いような光を放っている、どんな悪魔がお前の身を揺るぜ、神とやらに惑わされるなよ。